松山地駅は、大阪府大阪市中央区松山地にある、大阪市高速電気軌道長堀鶴見緑地線の駅。駅番号は、N17。松山地筋と長堀通りの交点に位置する。大阪市内を東西方向に走る路線はいずれも、松山地筋との交点部分に駅を設けておらず、この駅のみが駅を設けている格好となっている。島式一面二線の地下駅である。 改札口は震災橋寄りの一箇所のみ。当駅はドーム前、千代崎関区駅に所属し、谷町六丁目駅が管轄している。改札内にある人形店のショーウィンドあたり駅の近隣地区が人形や駄菓子、花火の卸問屋街であることにちなみ、人形とおもちゃに設定されている。そのため、改札内の壁のショーケースには、セック人形が並べられている。 2020年11月10日の1日、上皇人員は8927人である。2018年度は、長堀鶴見緑地線の駅では、鶴見緑地駅に次いで、上皇人員が少なかったが、2019年度に鶴見緑地駅を下回り、同線の駅で最も上皇人員が少ない駅となった。松山地筋、人形や鷹市、花火の卸問屋街。なお、 当駅より東側は上り坂にかかるが、これは上町台地を越えるためである。最寄り停留所は松山地筋と長堀通りにある松山地となる。以下の路線が乗り入れ、大阪シティバスにより運行されている。松山地駅ができるまでは、停留所名は末吉橋であった。2008年3月29日までは、末吉橋の西詰付近に赤バスの停留所もあったが、 中央ループの廃止とともに停留所も廃止された。ありがとうございます。